たします。よろしくお願いいたします。諦めない、夢を叶える力、諦めない力、まあ、アスリートとして飛行機の気持ちとしてはコンディショニングに対しても本当に気を使っているところがあるので、やっぱり、このいろんなサポートを受けられる嬉しい気持ちと、日本を代表して、個人的なサポートになるので、そういった意味では自覚をしないと思います。キラで一番よくなさってることは、キラで一番してることは基本的には寝ることですけど、やっぱり寝ないといけない職業で、やっぱり日本代表だと長距離になって時差もあって、試合後にすぐ出発して、ボックスでついて、またすぐ練習してっていう形になるので、やっぱり体が資本なので、そういった意味では、現地の時差に合わせて、いいタイミングで睡眠を取るっていうのが、まずメインになるんですけど、それ以外では、やっぱり、サービスだったり、すごい楽しみもできますし、映画を見て、過ごしたり、音楽を聴いたりっていうのがメインになるんです。リラックスですね。リラックスですね。ありがとうございます。笑顔系が、はい、素晴らしいね。ああいう方がこう日本にいらっしゃったことは、なんかこう希望だね。日本の希望、深いですね。だからよく考えてらっしゃるので、はい、こうなんか引き出しが多いですね。結構いる。皆さん知らないですか。知らないんでね。全社員知らない。楽しいです。皆さんおはようございます。おはようございます。今日皆さん、サッカー日本代表応援イベント、お集まりいただきありがとうございます。大変な倍率だったのご存知でしょうか。大人気だったりしてですね。その後皆さんが勝ち抜かれた幸運の皆さん100名です。ということでございます。実はですね、今日はサッカー日本代表応援イベントは実は違うんです。三笘薫選手とスポンサー契約を結びましたので、その記者会見をこれから行います。そこに皆さんが集まっていただいたということで、まもなく三笘選手が来ていただきますので、ぜひ盛大な拍手をお願いします。この度 ANA はイングランドプレミアリーグ一部ブライトン&ホームアルビオンズ FC、 そしてサッカー日本代表でも活躍される三笘薫選手とスポンサー契約を締結いたしました。この度 ANA と契約をいたしました三笘薫です。皆さんご存知の通り、今年から日本サッカー協会は ANA とパートナー契約を結びました。その ANA と個人的に契約を結ぶことができ、本当に大変光栄に思っています。これから僕自身も ANA グループ社員の皆さんとお客様に飛行機の魅力や ANA の魅力、そしてワクワクを届けられるように頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。いや、素晴らしいひとときでしたね。
本当の三笘さんに会えてこう直接お話をできて、想像以上にこの素晴らしい方だなと、やっぱり一緒にですね、スポンサーやらせていただくというのはもう本当にまあありがたい方だなっていうのを感じました。ぜひ全グループ社員と一緒にですね、盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。いや緊張しっぱなしでしたね。初めてこういう格納庫に来たっていうのと、これだけスタッフの方々が多くいるのと間近で見て本当にすごいな、飛行機がこうやって作られてるんだなっていうのを感じました。この度は ANA と、契約することになりました三笘薫です。これから1年間、僕もプレーで、ワクワクを届けられるように頑張りたいと思いますので、お互い頑張っていきましょう。